C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎忠です。今日は初の試みなんですが、カット動画にアフレコで解説を入れていくと、特に注意点ですね、そういったところをアフレコで解説をしていきながら皆様に見ていただきたいなと思っています。まずこの方なんですけども、前回のカットから約3週間ぐらい、今入れてるバリカンはウォールにですね、2番目ですね、長い方、短い方からですね、短い方から2番目のアタッチメントをつけて、刈り上げのですね、ゴール、要するにですね、下から刈り上げるのではなくて、刈り上げのゴールの長さ、終点をまず決めちゃってますね。終点が決まって、スタートの長さが決まれば、あとは中間をぼかすだけなんですけれども、今ゴールを決めているんですね。髪質的にはそんなに量は多くないんですよ。ですけど癖が少しあって、頭皮もですね、そんなにこう、なんていうんでしょうね、こう思いっきりボコボコしてるわけではないんですけども、やはり骨のへっこみとかもあって、そういったところは後でですね、セミングで色彩を合わせるっていう作業をしていくようになると思うんですね。で、これがですね、今、一番短いところを決めてる工程です。一番長いところを決めて、短いところを決めて、中間をぼかしていく。ウォールは調整式になってて、これはですね、アタッチメントがない状態で一番長い状態。よく線をつけるようにね、バリカンを逆さに入れる方もいらっしゃるんですよ。結構フェードとかの YouTube とか、それから上手い方も見るとラインをこうつけてしまう、バリカンを反対に入れてラインをつけてしまう方もいらっしゃるんですけれど、私の場合は下から上にこんな感じですね、下から上に、ノーマルの状態で、特にそんなに難しいことはしていないですね。ここら辺までしっかり短くしたいなっていうところへ向けて、バリカンを入れて、で、こう、もみあげのところがね、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、もみあげのところとかは逆に、一番短くして削ってるような感じですね。長いところ、一番アタッチメントのない長いところで入れ始めて、欲しいところまで。で、下の方は一番短くして、ちょちょっと取ってるっていう状況になります。この辺は一番短いものを入れて、で、フェースラインですね。フェースラインはこれ取った方がいいですね。癖の強い方とか、肘みたいな方は取った方がいいです。で、今一番短いアタッチメントをつけた状態で、カットしていきますね。これからぼかしていくんですけども、これぼかすときにこの入れ方ですね。私は少しこう見てわかるとおり、斜めに、バリカンを下から上に垂直に入れていくような感じがあって、少し斜め45度ぐらいを意識して入れています。この方が、感覚ですよ。感覚的に、長いところと短いところの境目がぼかしやすいような感覚がするので、そんな感じでやっています。Thank you.
反対側も同様にやっていくんですけども、見ての通りね、ちょっと斜め45度ぐらいを意識してバリカンは入れていますね。結構ね、ここで時間がかかることがほとんどだと思うんですが、やはりバリカンですので、しつこくしつこくしつこく入れていってもですね、そんなにしつこく入れたからボケるとかいうことではないですね。ただ設定上、ウォールのこのバリカンの場合には、アタッチメントなしのところをアタッチメントでぼかすっていうのは、多少無理があって、多分ほとんどでギリギリボケないっていう感じになりますね。ちょうどいい長さのアタッチメントがないですね。まだ完璧ではないんですけども、ある程度のところまで境目をぼかした上で、で今度はシルエットというかですね、腕の長さを切っていきます。本人希望は、まあ、そんなにがっつり短くしたいわけじゃないし長くしたいわけでもないっていう、まあ、ほとんどお任せの方なんですけども、癖があって猫っ毛なので長さがあるとペタッとしてしまうので、まあ、ほぼ伸びた分ぐらいのイメージで切っています。で、見てわかると思うんですけど、私の場合には、メンズの場合は、フォームを持ち替えないで、パスタ切ってますね。これも結構時短に貢献しているやり方ではないかなと思うんですけど、これはね、もう慣れです。慣れですので、やりづらい。やりづらいけれども、やっていかないと、やれるようにはなる。ということわかりますかね。こう、やりづらいからできないって言っちゃうと何も進まないんですよ。やりづらいけれども、チャレンジしていかないと次のステージはいけないので、私もやりづらかったけど何回も何回もトライしてエラーして、で、今の形になってますね。量多くないんですけども、私も手先、面倒前整うと非常に重たいイメージになるので、50% のトレーニングでこう割とスピーディーに毛先をぼかしていく感じになります。両肝、根元に近いから近いところから両肝を取るっていうのは、このゲストの場合はそこまで必要ないかなと思うのでやっていないですね。でこの辺も 50% のトレーニングを使ってシルエットを整えている状態ですね。バグが大体
はい、テロップも入っていますけども、ここですね、ここの工程がすごく重要な工程になりまして、要するにあの骨格がへこんでてそこだけ黒くなっちゃうところ、要は被写が黒くなっちゃうところ、それからウォールのアタッチメントでぼかしきれてないところですね、そこを、まあ、これ 80% のセニングでぼかしてるんですけれど、この時にね、すごく大事なことがあるんですよ。私が使っているフォームを見てください。よく刈り上げと言われるだけで細かい薄いフォームを使う方いらっしゃるんですけども、それはですね、非常に工程というか難しく、技術を難しくしてるんですね。なるべく技術を難しくしないでやっていきたいので、ある程度このくらいの長さをぼかすギリギリの厚さというか、あのこのね、今使ってるフォームよりも、よく皆さんがパーマを巻くときに使うリングコームありますよね。リングコームの方がちょっと薄いんですよ。だからリングコームも私は結構使いますね、刈り上げをぼかすときに。こういう細かいところもボケてないところ、ぼかしきれてないところを80%のセニングで味をくっついてるんですね。まあほとんど 80% のセニングといってもハサミと全く変わらないので、ハサミで切ってるのと同じだと思うんですけど、ハサミよりもセニングの方が毛が逃げないんですよ。ですので直接その場所に、直接その場所の濃淡を通してできるっていう工程があるようになってますね。それでですね、フェードカットをうまくやるかどうかっていうのは技術、もちろん技術です。技術がうまくないと話にならないんですけども、それもね、もっと大事なことがあって、ボケていないところを見る力、要するにですね、目ですね、目を鍛えてほしいんですよ。例えばインスタグラムとか、それからまあホットペッパーのヘアカタログとかもありますけども、メンズのスタイルを見ていただくとね、ボケてるスタイル、ボケてないスタイル、すぐわかるんですよ。で、それがね、意外と、ちゃんと見ないとわからないですね。でもやはり私たちはプロなので、あ、この刈り上げもうちょっとぼかし入れてあげたいなとか、そういうのに気がつくというのもね、すごく大事なことではないかなと思うんですね。やっぱり、ボケていないところがわからないとぼかせない。これはね、実は昔あの、料理人の方に言われたんですけども、お料理、すごく美味しい料理を作る方は、料理がうまいんじゃなくて、味覚がいいわけですね。味覚が良くなければ、美味しい料理は作れない。だから、味覚を磨く。美味しいものを食べる。なので、美容師としては、いいスタイル、いいフェードを見るっていうのが大事で、まあ、大したことないものを見ててもですね、目は磨けないと思います。はい、終了タイム約19分ですね。ちょっと時間かかりましたけども、私の場合にはドライカットは、全くしないので、これが単純にドライと、ウェットの全部のトータルのですね、カット時間になるんですね。仕上がりをね、こう画像で見ていただくとわかるんですけども、ここまでね、一生懸命やっても、まだね、もうちょっといけたかなっていう感じも少しありつつ、けど、普通の人が見たら、綺麗な刈り上げには仕上がってるんじゃないかなと思いますね。